高校野球で甲子園に春夏通算35回出場し、今夏、歴代7位タイの通算40勝を達成した大垣日大、岐阜県大垣市の坂口圭三監督、79、が退任することが28日、関係者への取材で明らかになった。関係者によると、学校側が退任を打診し、坂口監督も受け入れたとみられる。学校側は近く、正式に発表する。写真まとめ、退任する大垣日大監督。坂口監督は名古屋市中村区出身。東邦、同市、選手時代は主に一塁手として活躍し、甲子園には2年春の選抜に出場した。愛知大を卒業した1967年、東邦の社会科教諭となり、野球部の監督に就任。2004年まで務めた。5年から大垣日大の監督についていた。甲子園は東邦監督時代に春夏計24回出場。77年夏に、バンビの愛称で人気を集めた坂本圭一さん、61、と、後に社会人野球の JR 東海で監督を務めた大谷正成さん、64、のバッテリーを擁して準優勝。元中日ドラゴンズの山田喜久夫さん、52、がエースだった88年春に準優勝、89年春は優勝を果たした。大垣日大では計11回出場。7年春の選抜に初出場し、いきなり準優勝を飾った。22年春の選抜で通算39勝目を挙げ、史上初の勝は、平成、令和の三元号での勝利監督になった。23年夏の甲子園には孫の高橋慎選手、3年、と共に79歳3ヶ月で出場。最高齢出場と最高齢勝利の記録を塗り替えるとともに、1回戦で近江、滋賀県彦根市に勝利し、甲子園春夏通算40勝を達成した。黒爪拓也。